おはようございます。おはようございます。鹿児島市新たにやってきております。珍しいぞ。さあ、新たの印象はどうですか、森ちゃん。そうですね。新たはもう、本当にもういろんなお店がありますし、あと学校もあるじゃないですか。鹿児島大学がね。ありますから、学生さんが行くようなお店もたくさんあるのかなとは思いますけどね。安くてボリュームある定食とか。いい。ギリギリまだ僕たち行けますから。ギリ行ける。まだ我々透明で見たら学生だったので、はい、久々の森ちゃんとのロケということで ね、 そうですね。ちょっと俺は緊張してるよ、正直。私も緊張してますよ。なんかあんまり顔見られないです。森ちゃんってね、なんかその余計なことするとすぐ怒るんですよ。そうなんだ。なんで今日は森ちゃんだったの。そこらないようにですね。それは気をつけていただきたいですね。穏便に済ませたいと思います、はい、よろしくお願いします。怒らせることがあるのか。それでは行きましょう。フラット鹿児島市新た。おお、なんか緊張してるか二人。お店には困んなそうよね、新たって。でもいろいろあるのでね、空いてるかな。時間的に10時になってない。朝だとどうですかね。ちょっと朝ごはんっぽい。あ、いや、あれば最高だよ。ね、最高のスタートになりますけどね。なんかあるかな。手作り。コーヒーテイクアウトあるよ。あ、ほんだ。コーヒーテイクアウトあるじゃん。いい朝な感じしますよ。え、どこお店。あ、こっち。こっち。あ、おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ。いいじゃん。あ、え、何。モーニングサービス。あ、素晴らしい。行きたい。行きましょう、ぜひ。スタートしてすぐに朝ごはんを食べられるお店を発見。ちょうどいいね、これね、朝。探してた。朝ごはん、ちょうど食べれる。ここにしましょう。行こう。じゃあ、お願いします。お願いします。じゃんけんもともとこうなるからじゃんけんだったんですね。勝った人が勝った方がいいと。はい、最初はじゃんけんポン。あ、お願いします。いってきます。じゃんけんが多くなりそうです。絶対行きたいのかな。じゃあ、すみません、ちょっとあの KKB、 あ、今お忙しいですか。はい、大丈夫。 KKB の番組で今日新たをお願いします。全然大丈夫ですって。あ、本当ですか。よかった、最高だ。やっためちゃくちゃ心よく受け入れてくれた。やったー。行きましょうということで、最初にやってきたのはカフェエスプレッソ114。もともとコーヒー好きだった店主のたまりさんがおよそ7年前にオープンさせました。コーヒー好きのコーヒー。こう奥の方もテーブルあったり、そうですね。ね、こうカウンター持ってゆったりできて、そうですね。結構本読んだり、仕事をしたり、勉強したり。具体的にはどういったお店になりますか。そうですね。朝モーニングを中心に営業していて、あの名古屋式みたいな感じで、お飲み物にトースト、ゆで卵、ヨーグルトがついてくる。もうやってるんですか。そうですね、あのコーヒーの S サイズだったら。それ助かります。あれ、そうです。こちら朝7時から10時までは単品のドリンクを頼むと、なんとトースト、ゆで卵、ヨーグルトが無料でついてくるんです。素晴らしい。モーニングの嬉しいところですね。大学生とかも朝ごはんもおろそかにしちゃいますからね。そういうのめんどくさいですね。そうですよね。確かに大学近くこういうとこだったらな。ちゃんと早起きできそうですね。そうですね。7年も通ってなかったです。うわー、通ってあれだね。東京にも不動産流。恥ずかしい。ということで早速ドリンクを選ぼうとしますが、あ、すごい、むちゃくちゃあるんですね。めちゃめちゃあります。何種類ありますか。ちょっとホットアイス合わせて50は余裕であると。50、多すぎる。大変でしょうに。なんとちゃんと数えたら61種類もありました。コーヒーにカフェラテ、紅茶、レモネードにフロートまで揃っていて、全部モーニングで頼めちゃうんです。それがすごい。カフェもあるんだ。オープン当初メニューは数種類しかなかったそうで、お客さんのリクエストに応えているうちにどんどん増えていきました。すごい。コーヒー飲めないっていう方がすごい多くて、で
何かないのっていう時にじゃあと思って気がついたら今みたいな感じで、今後どんどん増える可能性ももうこれぐらいにしとこうかなと思ってますね。手に負えなくなりますから、そうですね。どれにするか、デカフェの、はい、ホットコーヒーもありますか。ホットコーヒーもちろんあります。もちろんデカフェのホットコーヒーをお願いします。はい、それどこに書いてますか。いやもう書いてもう多すぎて見つけられないけど言ったらあるだろ。読んだわけじゃないんだ、聞いたんだ。もちろんノンカフェインドリンクも多数授乳中の方や妊婦さんでもコーヒーや紅茶を楽しめます。これはさらに選べるのはドリンクだけじゃありません。トーストをサンドイッチやホットサンドに変更することもできて、自分好みにオーダーメイドした朝食が食べられちゃうんです。すごい、これは嬉しいですよ。頑張ってます。本当にたくさん、これは組み合わせ迷います。言えば何かしらやってくれますよね。まあ、本当10分20分迷われる方もいますよね。見るだけで楽しいですよ。ちなみに珍しい種類が多い紅茶はイメージが湧きやすいように実際に茶葉の香りを嗅がせてもらえます。悩んだ末、私はハーブティーとシナモントーストを選んだんですが、このシナモントーストがすごいんです。何よ、すごかった。シナモントースト、あ、こっちがトーストしてあるんだ。ちょっとシナモンうまそうだな。いや、トーストしてるの最高よ。めっちゃかかってる、めっちゃかかってる。すごい、これ全然テレビ用じゃないので。本当ですか。これ普通にマジで出してます。いつもこれ。なんでこんなにかかってるの。すごい。普通のシナモントーストが自分が分からなくてあまりシナモンが得意じゃないんですよ。でお客様に言われて作り始めた商品なんです、まあ、シナモントースト頼む方、シナモン大好きな方なので、たくさんかかっててクレームは来ないだろうと。好きな人は、ね、確かに食べそうかもしれないけれど羨ましそうに見てるわ、西田さんが。うわ、シナモンガツンときますね。おいしい。シナモンの香りがぶわっと一気に広がりますね。だからシナモンって、まあ、ちょっと香り付け引き立て役みたいな存在かなと思ったんですけど、はい、メインで。そうですね、メイン主役ですね。パンがおまけなので。ニトリパスタのシナモン。でもただそれだけじゃなくて、ここバターのコクもありますし、あとパンをトーストしてるのでより香ばしい香りも、ね、玄米のいい香りもしますし、すごい玄米の香りがして嬉しいです。ありがとうございます。層ができてるんだね。合わせていただくのが紅茶のワイルドベリーハイビスカス。ハイビスカスのつぼみを茶葉にしたノンカフェインのハーブティーです。めちゃくちゃ綺麗ですね。飲みたい。入れ物おしゃれ。よいしょ。優雅な朝だね、ほんとね。ほんとよ。綺麗。すごい素敵。器もいいし。素敵。いただくにぴったりですね。では、いただきます。わあ、すごい華やかな味わいです。おいしい。お花のような華やかさと、甘みのある味わいなんですけど、最後はすっと酸味のある味が抜けていきます。すごくすっきり感のある味わいですね。はい、西田さんはデカフェコーヒーとスモークチキンサンドをチョイス。うわー、すごい。ボリュームじゃないですか。いただきます。このもうコーヒーと全く同じ香りと、なんか飲み足りないんですけどね、デカフェって大体、ですね、美味しくて、まあ、ただ黒い液体みたいなコーヒーもかかってなっちゃうんですよ。もう目つぶってたらこれコーヒーです、ね、コーヒーです。言われなかったらわからないと思います。デカフェなのに目が覚めそうな。すごいいいですね。ですごいすっきりしてますね、すごいすっきり、飲みやすい、素晴らしい。この後にスッともうコーヒーがスッと通り抜けて何も残らない、もうそれがいい。そうです。だから休み時間にむちゃくちゃみんなで楽しくワイワイ
遊んでたらいきなり先生が教室入ってきて、はい授業始まりますっていう感じ。わかる？切り替え。切り替えもそれぐらい後味がすっきり。充実感からのすっきりね。ああ、また楽しみ、あの時間を楽しみたいなっていうのが来るって感じ。どういうこと？ねえ、受けたけど本当に嬉しかったよね。ありがとうございます。そしてこちらスモークチキンサンドですね。スモークチキンサンド。いただきます。最高。ボリュームが半端ないですよ。うわすごいね。シャキシャキ。シャキシャキ。あ、スモークですね。です。美味しいですよね。スモークチキンうまいですね。このそのスモークもそのしっとりしてないですか？このスモークチキンですか？そうです。そのまま食べても全然。全くパサつかず、なんかしっとり。あ、スモークとこのペッパーですか？ペッパー来るな。これは素晴らしいですね。こんなモーニングないぞ。朝これを食べられたらもういい一日始められます。本当に贅沢な。コーヒーもたっぷりだな。今ね7年してるとやっぱりこうもう根付いてきてるとは思うんですけど、はい、どんな場所に皆さんにとっての場所になっていきたいですか？さらに今後楽しんでいただくことが一番だと思うので、何か要望があれば対応はできるようには頑張りたいとは思ってます。大変になるけどもいろんな、まあ、要望に応えられるのは応えられる。そうですね。食べるな。ずっと食べてる。話聞いてよ。完食してましたよ。とりあえず課題行くか。あ、いいですね。課題行ってさ、聞き込みしようよ、その学生向けのお店を。確かに、おしゃれだな。ということで、鹿児島大学にやってきました。お昼休憩前の学生さんにインタビューしてみます。あ、いいですね。あ、すごいすごい。僕たち今からちょっとあなたをね、はい、散策するんですけど、なんかおすすめポイントとか。あの、なんかあそっちに、うん、キリンっていうラーメンあるんですよ。はい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 、有名店ね。キリン太一商店。太一商店。これはね、人気。二郎系の。あ、二郎系のね。KKB のプラナビって番組なんですけど、プラナビ見たことありますか？プラナビ、すいません、多分ない。あら、来ない。あ、うわ、奇跡的に2人とも見たことあるみたいっていうことで、よく大学生視聴率 100% ありがとう。大学で友達になったってこと？あ、予備校で。予備校で？で、同じ学部入ったの？お、すごいじゃない。おめでとう。何学部ですか？あの、医学部、医学部。え？あ、もう浪人してる。いや、すごい。え、すごくない？かっこいい。早く学部聞いてくれと思ったでしょ。こいつら学部聞くやん。してるからさすがに。関係ない。俺なんか一郎三流してんだから。かっこいい。一郎三流。こうやって言うことないよ。一郎三流。以前無限大ホールに見に行きました。あれ無限大に来てくれたの？一回行ってその時に出てらっしゃって。西田さんが普段オズワルド、ユニバース、男性ブランコと舞台に立つ吉本無限大ホールに見に行ったという女の子を発見。金星出演会を前列で見ていたそうです。ということはきっと一番好きなお笑い芸人さんって何なんですか？ハマるきっかけだったのは四千頭身さんで、最近好きだな金属バットさんですね。 ありがとうございました。三頭笑い好き。1年生、はい、大学。あ、もう18歳9歳18歳うわなんかもうさ、もうご飯連れて行きたいよね、この2人も。いいよ、いいよ。だって3件ない授業ない。あ、3件はないです。あ、行く。いや、行く行く、おごる。いいよやった。ということで一緒にお昼ご飯を食べることになったのは浜田博道くん、竹下レオくん、2人とも入学してまだ2週間の新1年生です。おめでとうございます。どこ住んでるの？塗装です。塗装、はい、こっちは僕すぐそこの。すぐそこ、すぐそこ。行くか、じゃあ。いいの、いいのですね、いいの。大丈夫です。え、家上がっていいの？あ、もう。え、カメラよ。あ、もう全然落としていいです。え、おい、おい、マジで。カメラのお家に今から。いいの？いいっす。あ、行こうよ、じゃあ。案内して。いいっす。やったじゃん。すごい。むちゃくちゃノリいいな。してきたぐらい。まさかの家の中まで取材 OK ということで、ひろみちくんの家について行ってみました。
包んじゃないですか。そうかもね。失礼します。一人グラスダンスの家でしょ。すげえ。すごいな。よし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 。どうしたこんな大人数で。うわぁ、もっといい家じゃん。いい家じゃん。いいですね。おしゃれ、すっごい部屋で。おしゃれ、めっちゃおしゃれてる。でも綺麗です。これは見せたくなる部屋です。全然そうそうそう。もっと汚いかと思ったけど。でごちゃごちゃしてるかなと。すごい。なんか、ちゃんとした家すぎるな、なんか。何を期待してたんですか。冷蔵庫とか。冷蔵庫もね。いいか。大丈夫です。取れ高は欲しいですから。おええ、こんな食材入ってるの？めっちゃ綺麗だし。え、ちゃんとされてるし。自炊してるね。ご飯も自分でやってるの？あ、ですね。え、自分でやったのこれ？え、マジで広口偉いね。生活力。これ広口、これは？あ、これなんか親が作ってくれたんですけど、これもお母さん作ってくれた。これなんかお父さんが忙しくなるから、うん、その時に炒めて食べろって言って。いいご両親。普通さ、こう洗ってないのがさ、そう、散乱するよね。散乱してるい？偉いよ。だいたい綺麗。本当だ。コップが一つ。すごい。あ、使いますクッション。ほら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 、一番見ちゃいけないよ、そこは。お前バカやろ。西田さん、ベッドの下であるものを発見。大丈夫なのか、プラナビは。バカやろ、お前。何ペットボトル何ペットボトル置いてるんだよ。でも何もなかったわ。期待したけど。すごい気持ち。まだ越してきて、そんな経ってないから。これから。そうかそうか。4年後また来てチェックしましょうよ。怖い怖い怖い。今だから、ご覧の皆さんはフラッと来ていいんですよね、この。何でしょう。マジっすか。そこは指定した方がいいですよ。いやー、すごい。じゃあ本当に取材ありがとうございました。ありがとうございます。授業行ってください。ありがとうございました。ちょっと、ご飯あれ、俺ほんとここまでしてくれたらもうご飯おごらせてください。行こう行こう。美味しいものをね、お腹いっぱい食べてもらいましょう。新規開拓しようよ。します。行こう。どこ行くからね。何してんの。怒れ。タルマクラス。ちょっとじゃないんですよ。優しい。マジでモテなしみたいな。優しさがもう愛おしい。よし、行くぞ。家の近くのさ、行ったことないとこ行ってさ、どうせならね、開拓してね。そうですか。あれば。え、待って、ランチの方見えますよ。本当だ、ランチ。あら、大きな。すげえ、中華。中華だ。中華。良さげな中華。待って、むっちゃ家が前にあるじゃん。30秒ぐらいじゃなかった。あれ。行ったことある？まだ行ったことないですよ。今日行こうかなって思ってたんですけど。マジで？はい。ちょうど今日ここ連れてる。よし。ちょっと行ってみるか。もう、すごい、ドンピシャじゃん。家から30秒の場所に中華料理店を発見。しかし、お昼を食べるには取材交渉をしないといけません。じゃん負けだな、じゃん負けで。これはもう、みんな行きたかったの。食べるんですか。バカな。そんな厳しい。やったことないだろうに。いやいや、部屋まで見せてくれる。カメラとかも入るんですけど、みたいな感じで。今から取材っていうのお願いします。ありがとう。すいません、経験しないと。でも結構個性だったね。その人もびっくりよ。本当かなってなりますよ。負担大きくない、この2人の。家に入り取材交渉に行かれて、もっと嫌がっていいんだけどな。レオくん、人生初取材交渉。果たして結果はどうだろう。人生初だよな。離れたりもするよ。どうでした。ということで、見事取材交渉に成功したこちらは、およそ3年前にオープンした最高円。定食に丼、麺類などさまざまな中華料理があり、ランチではそのほとんどを1000円以下とリーズナブルにいただけて、学生さんに大人気。ありがたい。嬉しい。西田さんにおごってもらう2人はチャーハン、そして酢豚定食を選びました。いいですね。チャーハンもいいな、酢豚もいい。
と味の方はもうちゃんと味付けもしっかりしてて、まあ、ちゃんと米もちゃんとパラパラしてて、もうとても美味しいです。すごいな、カレーパンもうまい。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、本当に肉柔らかくて美味しいです。しいですね。何杯でも食べさせたい。いいね。2人はどんな大学生活を送りたいですか？まあ、友達をもたくさん作っても、うん、まあ、その勉強もそうですけど、その友達との関係も最高の4年間にしていきたいと思っています。やっぱり、ね、彼女できたことないので、彼女作って楽しみながらも自分がやりたい勉強とかたくさんしていけたらいいかなと思って。どういう人がタイプとかちょっと言っといた方がいいんじゃないですか？そうですよ、アピール。いやマジで笑顔可愛くてご飯食べる子が大好きです。本当にこっからもう希望あふれる4年だもんね。素敵な友達や彼女を作って充実した4年間を過ごしてくださいね。いい写真これはね、ありがとうございます。すごい素敵。そしてこちらはスタッフの中国出身 C さん。 C さんは日本は何年ですか？住まわれて14年。14年、はい。どう、鹿児島はどうですか？好き、日本好き、みんな優しい、私お客さん本当優しい。Cさんが優しいからみんな優しいんですよ。違います、お客さんやか優しいよ。いやいや、私Cさんが優しいからみんな優しい。それやっとください。そこで張り合いますか？CC さんが優しいからみんな優しい。もういいよ。今優しくないお客さん初めて見たで伸ばした。Cさんさあ、それではお料理をいただきます。すべてのランチにスープ、サラダ、杏仁豆腐がついてきて、ご飯のおかわりは何杯でも無料なんです。最高、学生嬉しいね。厨房に立つのは店主の李彦君さん。もうね、李さんね、今ね、料理は45年えぇ、李さん75と、こちらは16年くらいね。じゃあもうあっちで30年ぐらい本場でやってた方が日本で料理されてるっていう、はい、そんな本場の味が楽しみ。リーさんは中国のホテルで30年近くシェフを務めた後、鹿児島市の老舗中華料理店で腕を振るった中華の大ベテランなんです。この後そんな中華の鉄人リーさんの料理が登場します。新谷町目の中華料理店最高園を取材中の私と西田さん。いただくのは自慢の麻婆豆腐。中国原産のスパイス、ホアジャオや八角を効かせていて、辛さは選べます。本格ですね。わー、いいな。やばい、辛い？辛い？辛くない、辛くない、ね、超美味しい。なんで片言なの？辛い、辛い、辛い、ピリ辛で、ピリ辛で、ね、すごいご飯に合う。豆腐、麻婆豆腐って豆腐が麺じゃんだなと思わせてくれますね。豆腐美味しいです。めっちゃ辛いわけじゃないですね。最初思っちゃうけど、どんどん汗かいてくる。ああでもいい、本当にいい辛さ、ちょうどいい辛さです。続いていただくのが学生さんから特に人気という焼きそば。それがこちら、山盛りの焼きそばになんとご飯までついています。ボリューム1人前ですか？1枚よ。1人前、1人用、すごい用あるね、量。頑張れ、頑張れ。実は焼きそばは中国発祥で、ソースではなく醤油での味付けがメジャー。最高円の焼きそばはキャベツやピーマンなどたっぷりの野菜と中華麺を豪快に炒め、醤油、香味油、紹興酒などをブレンドしたオリジナルのタレも加えます。これは気になるお味は？あ、もうお野菜シャキシャキ、最高です。あの麺がすごく柔らかいんで
よ、なのでなんか噛むっていうか、なんかもうとろけていくような感じがしますね。なんか多分これこんなにたくさんあってもスル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 入っていくんだと思います。なるほどね、でお醤油の味もしますけど、見た目以上に濃すぎないです。すごくあっさりしてて、お野菜の甘みとか味わいをすごく感じるような味付けになってますね。美味しいです。本格中華を手軽にお腹いっぱい食べられる最高園、皆さんもぜひ行ってみてください。さあ次はもうちょっと甘い系とかあったら最高だね。確かにね、しかしここからなかなかお店が見つかりません。雨も降ってきた。何周もしましたよ。もう何周結構歩きましたね。本当に、ありやっぱね、その居酒屋が多いね、すごく。ああ、そうか、むちゃくちゃ居酒屋多いからこの時間帯はちょっとね、なかなか。雨の中を歩き続けることなんと1時間。1時間歩きました。寒くなってきたな、すごい。そうですよね、雨降るといいですよね。トイレもしたいしさ、もう虫がこぼれてくる。本当に寒いですね。トイレしそう、結構長らく歩いてるから。むちゃくちゃトイレしたいです、僕。本当にやばいね、それは大変。やばいよ。同じとことかあるから。唐揚げも今閉まってるのね。この時間は閉まってるんだね。ここは、通りのとこ、もちこずハウスは僕行ったことありますよ、プラナビで。本当ですか。もちこずハウスって書いてます。すごいいい雰囲気の。行きましたね。ちょっとトイレだけ借りてきていい？ダメダメダメ。ちょっと入ってきてください。お店も紹介して。むちゃくちゃね、優しい人だった。あ、よかったよかった。一回行ってますからね。ここ行けたら行きたいな。そんなもう身内のような感じで行くんですよ。厚かましいね。ご無沙汰、覚えてますか？ご無沙汰します。トイレ借りに。ちょっと、一瞬トイレ、まずでちょっとトイレ借りていいですか？いや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 、違うでしょ。交渉して順番よ、順番。そうだったので、許してください。どうだったのかな。いや、やっぱ優しかった。もちこさん、トイレお借りして。はいはい、よかった。行きましょう行きましょう。お店行きたいんだけど。取材交渉お願いしました。はい、 OK いただきました。いいのいいの、いいということで、ちょっと行きましょうよ。行きましょう行きましょう。やっぱ相変わらずね、癒し系でした。癒し系の、癒し系だった。やっぱやった。僕行きましたもん、ね、やってきたのは鹿児島大学の目の前にお店を構えるもちこずハウス。歩き疲れた我々を迎え入れてくれたのはオーナーのもちどめともみさんで、こちらのお店4年前に西田さんと翼さんが取材しています。うわー、懐かしいね。懐かしい。19年4年前か。もちこ呼び捨て。なれなれしかったんだ。改めてどんなお店になりますか。確かに。そうですね、居心地がいい。そうカフェに。居心地の良さ抜群です。なんといってももちこがいるんですか。呼び捨てしないで。めちゃくちゃ癒されるでしょ。もう癒しオーラがもう半端ないです。もちこさんって本名お名前。あ、はい、前回聞きました。でももちから、ね、両親が餅とかですね。両親が餅で、両親が餅で、餅子。おとぎ話の世界。両親が餅？これ。見て、何でも笑ってくれ。確かに。これライブですか？とても笑いだけど、苦笑い。そうだね。もう幸せだよ、ずっと。そしたら、ここから出ない。こんなお客さんいたら最高だよ、確かに。もちどめさんが学生時代もちこと呼ばれていたので、もちこずハウスと名付けました。店内は落ち着いた雰囲気で、コンセプトはまったりおうちカフェ。お仕事の合間の社会人やお一人様、何より課題生が多くやってきます。お前だもんね。学生さんに嬉しいこんなサービスも。ちょっとランチタイムを制限しちゃうと、その学生さんとか
構ランチタイムずれちゃって、コマでずれちゃって来れないとかいうお客様も結構いらしたので、もうランチタイム制限なしで、もう来てもランチタイム優しいね、優しい。そう、なんかやっぱり2時とか3時になると閉まっちゃうところも多いですもんね。ワンプレートやホットサンドなど3種類のランチの他にはドリンクやスイーツもあり、中でも人気なのがもちもちワッフル、うん、一応ちょっと名前お餅屋さんですかって言われることがあるので、お餅屋さんイラストに書いてあるし、でもちょっと名前に準じたものがあればいいなと思って、もちもちワッフル。そういうことか。それがこちら、注文を受けてから焼くもちもちワッフル生地にバニラアイス、チョコソース、蜂蜜、いちごをトッピング。いちごもハートになってるじゃないですか。ちょっとアクセントに可愛らしくしてます。ではいただきます。うん、うん、ワッフルもちもちです。でもいい弾力ありますね。この食感っていうのはなんかこう何か、あ、もち粉が入ってます。もち粉どっち、どこがもち粉さんが入ってるわけですか。小麦粉だけじゃなくて、はい、あのもち粉が、もち粉、もち粉、もち粉、反応悪い人。食感の秘密はもち米からできたもち粉、配合を工夫し冷めてももちもちです。でも本当にだからなんですね、すっごくもっちりとした、今までの食べてきたワッフルとはちょっと一味違うような食感で美味しいです。ストロベリーもですけど、大大のジャム、こう程よく酸味があってさっぱりしてて美味しいですね。このワッフルの生地がすごく甘い味があるんですよ、噛めば噛むほど。この程よい酸味がすごくよく合いますね。そこにアイスがとろっととろけて最高に幸せです。幸せです。これは続いて西田さんがいただくのは自家製いちごスムージー。凍らせたいちごと牛乳、きび糖をミキサーにかけ果肉をトッピングしたヘルシーで見た目も可愛らしい一杯。いいですね。いただきます。すごいね。やってくれたな、もち粉。なんで油断させといて。ガツンときましたよ、このいちご。いちごの旨み、甘みがぐわってきて、すごい美味しい甘みですね。いちごもちょっと凍らせてるってことですか。そうですね、裏様。この食感もいいですね。このミルクなのかな、このすっきりした中にミルクの甘みといちごの甘みと、なんて言うんだろうな、これなんか分かりやすいのください。そうね、うん、分かりやすいやつ。最初にむちゃくちゃこの甘みとかバーってくるのよ、うん、でそれがもう各々のこう各々のもう部屋に入っていく、そのルームシェアみたいなことです。だからもうこれはほらほらほら、あんなにもちこさんをしてもこんなもちこ飽きるの。やっぱり何回だったんだ、何回全部許してくれたのに。今私は見ましたよ、これだけは。許せなかった、ね、すごい楽しいですね。いい締めくくりだったね、なんかね。よかった、ここに来てよかったですね。お仕事や勉強の合間にほっと一息つきたい方、またもちこさんに癒されたい方もぜひ行ってみてください。うん。